予算委員会はもう3ヶ月も開かれていない。安倍が逃げているんだ。日本国民の堪忍袋の尾が切れる。予算委員会はもう3ヶ月も開かれていない。安倍が逃げているんだ。日本国民の堪忍袋の尾が切れる。国民が怖いし、予算委員会の野党も怖い。そうだ。わかったぞ。首相を辞めよう。